KM とは最も高度な研究形態である。これは誰の言葉だと思いますか？答えはアインシュタインです。アインシュタインが公表するほどの影響力をゲームは持っています。はじめまして、カンタと申します。私は宇都宮大学工学部を中退後、ゲームや空間デザインの世界で経験を積み、現在はゲーム開発やボードゲーム研究を手伝っています。約8年の指導経験を持ち、家庭教師だけでなくロボットスクールの講師やゲーム開発の講師を行ってきました。授業ではゲームデザインからプログラミング、アートワーク制作、 AI の使用まで、ゲーム開発の全過程を教えることができます。業界標準のツールや言語も学べるので、初心者から経験者までどなたでも歓迎します。ゲームを学ぶメリットですが、ゲームはエンタメ産業の中で最も成長している分野です。 PWC グローバルエンターテインメント&メディアアウトルックの統計によると、2020年の時点で世界のゲーム市場は20兆円近く、2025年には30兆円規模になることが予想されています。市場も伸びており、仕事や活躍の機会もこれから増えていくのではないでしょうか。お問い合わせや無料の体験授業に興味のある方はぜひご連絡ください。お待ちしております。